ここでで速報です。神戸市はこれまでに感染が確認されていた人のうち神戸労災病院の患者2人と医療従事者が新型コロナウイルスに感染していたことを発表しました。現在、会見をを開き説明をしています。 ここののううち50代の男性1人は重症だということいです。神戸労災病院は院内感染の可能性が強く疑われるとして当面の間、救急外来の受付や手術などを中止するとしています。